クイズゼスモネア。どうもキョウでーす。今日はこのゲームをやってこう。多分なんだけどこのゲームねぶっ飛んでる。多分ねぶっ飛んでんだよ。まあ早速やってっか。始めからっとスタート。よっこいしょ。おお、なんかいつもやんない感じの絵だな。絵っていうのかなこれ。時間です。のびひこくん起きてください。何事だこれ。主人公どっちなんだろう。その角度なんだ。その角度でこっちを見るな。自撮り前かお前。ここはどこだ。こいつ信彦くんが主人公かな。はい、おはようございます。そういうテンプレ的な質問受け付けてません。誰だお前は。聞こえません。起きたならさっさと次のエリアに進んでね。なんだよ一体。ムカつくぜ、ムカつくぜ、ムカつくぜでいいの。ムカつくぜで済ませていいのこの状況。きっとなんかね、急にここに閉じ込められてる感じなんだろうけど、何これ。なんかアイテム的なの探すの、ウケるな、この走ってる。なんだろう、普段見ないからか、こいつが走ってる姿が、もうただただ面白いもん。進んでいこう。お、来た。クイズ、デスモネア。イソジンタ。しょうもねえな。これ多分さ、クイズミリオネアをちょっとなんかオマージュというか、それを元にしてるんだろうけど、イソジンタって、ミノモンタからイソジンタ、もう なんだろうな、惜しくねえわ。クイズデスモネアへようこそ。司会は私、イソジンタでお送りいたします。イソジンかな。生きるか死ぬかはあなた次第。さあ始めましょう。定位置についてください。お前よく直立その顔で言えるな。意味がわかんねえぜ。まあ、デスモネアっていうぐらいだから多分ここなのかな。その起きた。あ、もう速攻すぐ始まる。今あなたの足元に設置されているのは次のうちどれ。炭が飛び出すイカな罠、針が飛び出す危険な罠、目が飛び出すびっくり罠、女性が飛び出す甘い罠。あれ待って、でもなんかさ、デスモネアちょっと俺ぶっ飛んでるゲーかと思ったら意外とクイズは普通だな。テレフォンオーディエンス50-50。もうここら辺使わなくていいだろ。まだ針が飛び出す危険な罠でしょ。腹立つなお前のその顔。なんだその顔。チーンって何この時間。あ、もっとうれぜ、もっとうぜえ格好してきたな。あれか、ファイナルアンサーって言った後のミノモンタカがうーんっていう顔をするのを今真似てたんだろうね。腹立った、単純に腹が立った。正解、よっしゃ。さあ次へ参りましょう。進めばいいのか。お、簡単。え、すげえ、なんか質問でもさ、これどんどん難しくなってくみたいなパターンなんで、きっと今あなたの置かれてる状況は次のうちどれ。ビートを奏でる音楽ゲーム、卵産んじゃう産卵ゲーム、キノコ食べちゃうゲーム、間違えると死ぬクイズゲーム。簡単すぎないか。まだ、そっか、まだ2問目だからか。もうお前の顔に対しては何も言わないからな。あ、寄り目してる。あ、言っちゃった。そしてあれだろ、なんかマッチョみたいなポーズしてきたな。正解、よっしゃー。さあ次は何こいつら。クイズ答えた後ロボットになってんの。同じことしか言わないじゃん。もうちょっとさ、主人公さ、徐々に聞き出せよ。おかしくないか。なんかスラムドッグミリオネアみたいなやつやれよ。あれ、これこの問題何こいつは。信彦元気、私だよ、シーニュンだよ。誰、お前の格好おかしいだろ。誰この人、めっちゃ片言だけど誰。私は父フィリピン人、母ベトナム人の間に生まれたのよ。それがなんだ。信彦、私を助けて、絶対にお願い、本当にお願い。やだよ、怪しすぎるだろ。仲間になったの。進んでいいのこれ。シーニュンの母親の国籍、なんでシーニュンの問題出てくんの。ジャパン、アフリカ、ベトナム、エルサルバドル。ベトナムっつってたよね。フィリピンとベトナムみたいなこと言ってたよね。この時間もう早送りしてくんねえかな。こっからロボットだろきっと。ロボットだ。同じことしか言わない。もう人工知能のがまだ上だ。何、もう何、あなたならできる、絶対できる、私を救える、私をもっと知って、私はまだキスをしたことがない。ちょ、
と待ってよ、お前さ、もしかしてそのキスしたことないっていうのが問題になるんじゃないか。なあ、新入、お前のこと何も知らないけど、新入のファーストキスはもうだな。まだしてない、母親のお腹の中、15の夜、一人ぼっちのクリスマスイブ。まだしてないだね、新入。新入のこと徐々に知るのはまあ最悪受け入れるとし、受け入れるとしてさ、ファーストキスしてないことから教えてくんなよ。まだしてないね。こっからもう、はい、こっからテンプレでしょ、テンプレ。正解、よっしゃ、正解、よっしゃ。さあ、続いての問題、前でしょ、みたいな。はい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 、わかったわかったわかった。はい、続きいくよ。これいろんな、もうまたお前か。ココナッツオイルはもういや。シャンプーが欲しい。トリートメントしたい。もう急に、唐突じゃない？きっとこれが問題に出るんだろうけど。シーニュンのことが問題に出るよっていうのを隠さず、もう直球できてないか。シーニュンが髪を洗うときに使うのは次のうちどれ？弱酸性シャンプー、ココナッツオイル、有名人のオリーブオイル、ラー油、ココナッツオイル、簡単。ちょっと待って、これさ、使ってみる？オーディエンスとか。スタジオの皆さんいません、ね、オーディエンスは不可能です。じゃあここに用意すんな。普通に断ってくんな。余ったれんじゃないわよ。誰だ、どこに電話があるの。テレフォンとか無理に決まってるじゃん。腹立つな、イソジンタ。イソジンタ腹立つ要素しかねえな。もうさらに腹立つんだよ。もうちょっとさ、パターンねえのかな。よっしゃ、さあ次の、次へ参りましょう。パターン、なんだろう、答えて合ってる時のさ、あとさ、なぜここに、もうシーニュンのことばっかりじゃん。なんでここに閉じ込められてるとか出せよ。バナナ最高、ウホウホウキキ。うわ、頭おかしい、イカれてんのかあいつ。シーニュンが好きなタイムは次のうちどれ。もう答えるとすぐこれ、クリック連打したところで意味ないか、進まねえか。なんかさ、急に同じパターンじゃなくて違うパターンで。あ、だよね。はい、正解、よっしゃ。さあ次へ参りましょう。全部読めるようになっちゃった。シーニュン以外の話だったりさ、ここになぜ閉じ込められてるとかさ、教えてほしいんだけど。シーニュンしか出てこない、本当に。あと少しで私は解放される。最後にこれだけは覚えておいて。おっと、シーニュンとの別れが来るぞ。私が着ているのは海鮮学園の体操服。海鮮学園の体操服。新人が着ているのは次のうちどれ。森林学園のハイレグ、山脈学園の全身タイツ、夜空学園の黒装束、黒装束、海鮮学園の体操服。うん、もうちょっと、もうちょっと難しくしてもらっていいっすよ。分かりやすすぎて何にもなんかひねる、考える時間があまりない。イソジンタ、もうここ飛ばすぞ。お、セーブがある。これいるのか、セーブ。え、20個も絶対にいらんだろう。このゲーム絶対長編じゃねえだろう。嫌な音、なんでこのチンってセーブ。お、怪人っぽくなったな。ちょっと意外と綺麗に作り込まれてることに笑ってし、笑いが出てしまった。しっかり作り込まれてるな。おいおい、これを渡れってか。そうです、気をつけてくださいね。落ちたらそれはもう大変グロテスクなことになってしまいます。放送できません。イカれてやがるぜ。進んでいいの。いや、今出す。あなたが今置かれている状況は次のうちどれ。火の用心、死の綱渡り、森の子守唄、足の消臭力。他の3つもマジでわけわかんないんだけど。はい、これ渡ってる最中にクイズ出してくんだね。ただここ渡るだけでもさ、難関なのにクイズに答えながら渡るって。もう、イソジンタ、もうお前は黙れ。進もう。長えな、意外と。あ、短っ。あなたに助けを求めてるのは次のうちどれ。シーニュン、シーニュン、チェイフォン、予作。あ、ちょっとシーニュン、シェイニュンがちょっと難しくなってきた。いや、難しくはなってねえな。未だに簡単だな。喋ることなくなっちゃったもん、俺。進むぞ。お前まだいたんだ。あと少し。あと少しよ。もうすぐ私たちは。お。その爆弾、動くんで気をつけてください。触れるとドッカーンですよ。あ、なるほど。
あ、ここら辺に隠れる、隠れるみたいな。あ、何これ、やばい。字の読み方は次のうちどれ、字の読み方は次のうちどれ、字。何字の、あ、そっか、漢字が読めなかったら答えられないってこと。簡単だったぞ、割と。もうちょっと難しい、そろそろ難しい問題出してくんねえかな。爆弾酒とは次のうちどれ。爆弾酒、あ、待って、なんか来てる。酒と酒かな、酒と酒かな。ここすぐ行きたい、ここすぐ、次行きたいな。合ってるよね、合ってた。よし、次行くぞ、次行くぞ。はい、あぶねえ。オッケー、進んだ。あ、セーブじゃん。ちょっと音も変わってる、音楽も BGM も変わってる。意外と作ってるね、しっかり。お願い、早く迎えに来て。お前どこにいんの、誰に言ってんの。お、その部屋私の手違いで毒ガスを充満してるので長居しない方がいいです。ちょっと一回ミスってみたい気持ちもあるんだけど。アメリカンスーパーヒーローは次のうちどれ。チェホンマン、スーパーマン、カレーマン、サラリーマン。お、スーパーマンだね。ちょっと一回ミスってみるか。サラリーマンセーブしたし、さすがにパターン変えてくるでしょう。おお、うん、なかなかリアクションの取りづらい感じだった。正解した時の方がだいぶうざかったな。残念。まだこっちの方が、まだこっちの方が面白い。なんだそれ。なぜだ、違うのか。あなたは死にました。はい、やっていきますね。毒ガス充満でしょ。スーパーマン、いい、まさかのスーパーマン。運命を感じるよ、スーパーマンっていう問題がここで出るのは。正解。あー、でもなんだかんだ一番確かに、あの、考え中正解を、いや、な、長え、ここで2万の武器といえば次のうちどれ。弾尺、イソギンチャク、こんにゃく、ヌンチャク、はい、ヌンチャク。なんだかんだかやっぱこの顔が一番腹立つ説あるな。微妙に絶妙な顔してんな。はい、これどれぐらいあるんだろう。結構先進んでる感あるけど。あ、来た。あ、なんか変わってる、なんか変わってない。さすがだよ、信彦くん、君の実力は確かなものだ。これはいつまで続くんだ。もう俺も思ってた。まあまあ焦らずに聞いてくれ。私は君に全てを話す必要がある。聞こうじゃないか。まず真相の一つ、それはシーニューは別に助けなど求めていないことだ。別に驚かねえな。だろうな。助け求めてても求めてなくてもどっちでもいいんだよ。そうなんだよ、信彦、全く同じことだ。それは割とどうでもいい、もっと重要なことを話せ。シーニューはまず君に謝りたいようだ。聞いてやってくれ。いらねえよ、何語だよお前。フィリピンとベトナムのハーフなのにその言葉なの。はっ、シーニューの本当の国籍は次のうちどれ。日本人、韓国人、台湾人、中国人。おー、むずっ。あ、でもこれあれハングルだっけ。だから韓国人か。本当の国籍ってなんかいやらしいな。シーニューに対していやらしい問題だ。合ってるだろ。シーニューって本当どうでもいいんだけど俺。よっしゃー、さあ次へ参りましょう。答えろ真相。ここも、あ、来た。まあ彼女はただのおとりですよ。女性が困っていると助けたくなるでしょう。まあ普通の女性、シーニュー別に怪しさ満載の誰か知らん相手に俺の感情は揺れなかったけどな。随分と非道なんですね。それも若気の至りでしょう。さて本題に入りますか。あなたが一番知りたいのは次のうちどれ。現在の株価、磯仁太の身長、シーニューの彼氏の存在、この場所と今の状況について。やべえよ、そう言われるとシーニューに彼氏いるか気になってきたなあ。あれ、シーニューの彼氏っていんのかな。やべ、多分この場所と今の状況についてが正解なんだろうけど、これも正解にならねえかな。まあ、普通に考えたらこの場所と今の状況についてってことかな。これを教えてくれるんだよね。なんかもうそろそろ終盤だな、さすがに。最後。
最後くらいその正解よっしゃさあ次参りましょうやめてくんない、そのその3そのパターンワンパターンのワンパターンの3分お、まだあるか、起きた。悲しい話ですがあなたはこのエンターテイメントに売られたんですよ。俺が売られた？そうです、あなたの父親はとてもまずい相手からとてもいけない額を借りたのです。結果返済できなかった、よって今のあなたはここにいるのです。野美彦君、今あなたはこのクイズゲームを行うことでリアルタイムにお金を稼いでいるのですよ。おお、割と深い、割と重いな。ふざけるな、そんなの信用できるか。事実は冷静に受け入れてください。この放送は中継され多くのスポンサーによって額が動いています。俺は見せ物なのか。安心してください、そろそろあなたの獲得金額は返済額に到達します。俺は無事に帰れるということか。それは分かりません、なぜなら信彦が次に直面するのは次のうちどれ。ゲームのクライマックス、おもらし我慢大会、パン作り込み競争、金の玉入れ。まあ、ゲームのクライマックスだよね。パン作り込み競争って何？パン作り込み競争って何？ねえ、ちょっと可愛いおなん、なんでもない。おし、ねえ、次へ参りましょう。なんで教えてくんねえんだろうな。俺このゲーム10分もやってるの？マジか。あ、なんかラスト臭い。あ、最終ステージって言ってる。かっこいい。無駄に BGM。 最終ステージへようこそ。ここから先は超高難易度となっております。なんと100人中95人がここでお亡くなりになるという記録が残されています。めちゃめちゃ難しいじゃねえか。急にむ今まで簡単にしていた分急に難しくすんのか。のびこくん、準備はいいですか？やるしかない、さっさと始めろ。ファイナルパンサー、ファイナルパンサー、もう突っ込まないぞ俺。なんで、なんで難しい。あ、でも逆にして読めばいいのか。喫煙を、あ、違う、こう読むのか。タバコを吸うことを喫煙、タバコをやめることを何という。肺炎、煙突、果樹炎、禁煙、禁煙。難しいってそういう難しいなのか。問題が難しいとかじゃなくて。はい、うわ、ちっちゃ。これを見てる人絶対に分かんない。国を何と読む、国っていう漢字ね。足、国、首、島、国。すげえちっちゃかったな。てか分かりやすくダイナマイト置いてあんな。もう正解からの流れは全部もうパパパっていくよ。はい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 、はい。おーっと、これ面白い、この出し方は。このゲームのタイトルの次のうちどれ。クイズ、これデスモニアだよね。テストモア、違う。クイ、あ、ピアってはついてないから違う。クイズで、ここ微妙に巣じゃないな、なんか違う。これなのか、隠れてる。これでいってみるか。急にちょっと面白い出し方してくんじゃん。最初からそういういろんなパターンで出してきてよ。合ってる？合ってる？合ってんねー。唯一ちょっと難しいと感じた。確かに正解、これが俺の実力だ。あれ、言ってることが違う。これ、いや、エンディング雑。え、終わり？え、終わり？え、何も進まねえ。なんだこれ、何してたんだ俺。